キララさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。4月初日だからいい日遅れた。いや朝から電車の方向を間違えましたうん、またダメダメ人間発動みたいな感じですかね。はいはい、まあいろいろいいこともあれば悪いこともありますねまあなんかなんだろう、人に迷惑をかけてるわけじゃないからっていう開き直りでって感じです。しかも今日スイカのチャージをしようと思ったらカードの上限で制限がかかりました。解除しますかって聞かれて、はいって言ってはい解除しますって言って解除しました。いやー苗もいっぱいあったけど、まあそれ以上に HKT さんのライブ見に行けたのが、なんか行けなかったら多分そのまあそのなこさんの卒コンも行きたかったけど、もうしょうがないじゃないですか、それはもうどうしようもないことなんだけど、その午前の部でちょっとでもそのなこさんのこう歌って踊る姿を見れたのは、こう今後一生なんか行かなかったら後悔することだったと思うから、行けてよかったなって思ってます。うんです。でも絶対に見逃し配信を見ますもともとあのパシフィコで4月1日にやるからぜひ見に来てねって感じだったんですけど、その日はお話し会ですってなってダメだってなってたんだけど、よくよく調べたら午前の部分がそのコンサートがあるっていうのを知って、そう結構前からもう4月1日は無理だなってなってたんだけど、そう午前の部は見れそうだなって思って、そう見に行けたんです。よかった、本当に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 よかったです。本当に本当に本当に、はい、バナナさん星ありがとうございます。だから私はこの小学校の時か、いや中学生の時かな、このナコ T シャツで行きましたなんか75番のやつ欲しいなと思ってめちゃくちゃ探してゲットした。グッズじゃないんだけど、そうめちゃくちゃ探して75番の T シャツが欲しくてそうで75番の T シャツで行きましたグッズじゃないこれそう中学生の時に、小学校か中学生の時に75番の服を探し回ってそうで SNS に載せたのは、じゃじゃん、学校でこうエコバッグを作ろうみたいなやつで、なんかスポンジでポンポンしながらこう何紙をこう切り抜いてスポンジでポンポンしたらこうなるよーみたいなやつのおたかつ、後ろは証拠って書いてありますおたかつ、これが一番ハート綺麗なんだけど、これ以上は一番
たんだけど、7575みたいな、これ裏がエコバッグエコバッグを書いたやつなんだよね。すごくない？エコバッグですっていう感じのやつをリメイクみたいな。でも学生の時、中学校の時、小学校か中学校か分かんないけど、そうで、これはなんかブックを作る、あのブックカバーを作ろうみたいなやつで、こうやってブックカバーをこうミシンとかで縫うやつなんだけど、ほら頑張ってる。そう、これが75なこで作ってます。ここもこういう感じで、刺繍はなんか何かしら縫わなきゃいけなくて、そうなこにした。小学校か中学校か忘れたけど、四字コーチさんいいね、ありがとうございます。ヘイブンさんいいね、ヒッキーさんだるまままま、ありがとう。だるままみさんいいね、バナナさん欲しい、ありがとうございます。ヘブンさんキュキュ、ありがとうございます。そう、他にもあったんだけどね、なんか学校に展示されて壊れちゃったやつとかもあって、そう写真とかは撮れなかったんだけど、あとはアイズワンのやつとかもあるんだけど、なんか友達にもらったやつだから、なんかその公式グッズか分かんなくて、なんか誰かがその印刷したやつなのかなとか思って載せるのやめといた。あとはびっくりマンチョコ、展示されてて、あ、展示してて、あの、あ、壊されたじゃないよ多分ね。なんか熊手を作ってて、ここに全ところにあの昔からの、 あのアーシャのなこさんをこう飾って置いてたんだけど、その2体のなこさんがあの落下してしまって、そう壊れちゃった。でその破片はどっかに行っちゃったから、そうダメだった。あとはここか、使えないよね。グッズ、これはちゃんと公式グッズ、同じシール持ってる？いろいろあるが、まあ手作りの載せようと思って載せました。めちゃくちゃクオリティは低いんだけど、おたかつということで、小学校6年生から推してるからさ、私も私も小学6年生だったから、そう、だからね、小6の推しが卒業です。子さんですよ。子さんです。しっかり、しっかり子さんさせていただいてます。ファン歴10年、そうだね、もうすぐ10年かな、9年と何ヶ月かだと思う。12歳の時で今21だから。フフフ、9年半って言ってたか。チケット持ってきたのに、あのさ、あの感謝のファイルにさ挟んだんだけどさ、感謝のさ、感謝をさ、あの明日もお話し会だから置いてきちゃった。また明日見せますね。
もやくん、初見こんばんは、ありがとうございます。一途でずっと一押しだったから、なんだろうね、なんかそう、今日リサにも言われたんだけど、他にいないのみたいなって聞かれたけど、もうもちろんなんか三好の子とかもいるけど、そのここまでなんだろう、熱狂的になんかなんだろう、熱狂的っていうのかな、はもう今後も現れないんじゃないかなって思う、って思うかな。なんか可愛いなとか、あダンス好きだなとかでなんか見ちゃう子とかはいるけど、全然もうずっと好きずっと大好きだし、小学生ながらにこういうのできてたのもなんか自分の青春の一部だからね生涯楽しい。ゆうちゃん、尊い、あやか、ありがとうございます。指原さんがそんな存在です、素晴らしいですねほんとにね、多分これはね変わらないと思う。なこちゃん好きになったきっかけか、え、なんだろうね、私何がきっかけで好きになったかわかんないんですけど、3期生さんのお披露目があった時なのかな。で当時はその家のパソコンで携帯なんて持ってないから、家のパソコンでこう見て、で自分の同い年の子を見たのかな、自分の同い年の子はどれだろう、どの子だろうなって見てて、同い年の子が入ったって思ったのかなってなって見て好きかなだったかな。うん、まずは同い年が入ったっていう、同級生なのに多分その時から同い年の子に惹かれる習性はあったんだと思うんだけど、推しになりがちそうなんだけど、その中でもやっぱりなんかこう本当に推しだったって感じ、応援はするよ同い年だったら、けど中でも好きだった。多分同い年じゃなくても好きにはなってたと思うんだけど、あの同い年だったから多分ここまで歴が長いんだと思うって思います。わかりません、なんかこれっていう、なんかこのライブを見てとかそういうのはなくて、うん、一目惚れなんだと思う。うん、バナナさんキュンキュン、ありがとうございます。うん、顔の好みとか、うん、何が一番だったのかはでも何も覚えてないの。でも多分同い年を見たんだと思う、うん、握手会は全国握手会に1回だけ行ったことあります最初で最後の全国握手会、うん、だからなんか自分がこうライブとかするときってこの中に初めて来た人で最初で最後の人がいるかもしれないってそう思うじゃないですか。でも本当に実際自分がそうだからそういう人いっぱいいるんだろうなって思ってる。そう、在宅オタクだけどここまで大好きだから、このルームを見てコメントしてなくてもここまで好きだよって思ってくれてる方がいると信じてます
私はショールームもめっちゃ見てたし、だけど全然コメントはあんまりしてなくて、だけどここまで大好きだから 自分にもそういう方がいるって信じてます でもできたらこうアイドルになったからわかるけど、できたら会いに来てほしいなって思う。もう拍手ありがとうございます。一回でも行ったらそれがこう一生の思い出になると思うし、自分も一生の思い出だし、だから会いに来てください あの水曜日にお話し会っていうものがあるので、よかったら トラシさん、トントイありがとうございます。在宅も経験してるし、そうアイドルも経験してる まあね、私もさ当時小学校中学校だったし、全然自分で稼ぐっていうこともできなかったし、小学校中学校ってで高校生になってからはもうイコラブだから、そう全然行けてなかったんだけど、そういうなんか、まあ他にもね、いろんな理由があっていけないよっていう方もいると思うけど、できることなのであれば会いに来てくれたら嬉しいなって思ったし、自分ももっと会いに行きたかったなって思った。だから最後歌って踊ってる姿を見ることができて本当に嬉しかったし、もう後悔しないで済むなって思いました。明太子さん、花束ありがとうございます。そう、高校入学からが急展開、そうなんだよね。そうなの、そうなの。そう、ちゃんと多分このライブを見てなかったら、最後自分のこの目で生で最後のライブを見てなかったら後悔してたかもしれない、一生 だからよかったなって思って、今日のお話し会は合間合間でツイッターを追ってました で後で見逃しで見ようと思います。生じゃないけど、めっちゃもうめっちゃ見たくいいんだけど、ツイッターで我慢してた。いやでも本当にツイッターだけで泣きそうになった。追ってた 追ってました。なんかそう、指原さんの卒コンも見に行かせていただいてて、それからのつながりもあって、なんかもう湧く もともとというか、まあ今もじゃあ今もなんだけど、指な子も好きで、コンビで、そうだからもう湧く 湧きます。行けてよかったです。し、2人が歌ってるところを早く見たいです。モニターだったからさ。コラボ入ってよかったの。いや、本当に思う。言い方あれだけど、お近づきになれました。言い方はちょっとなんかあれだけど はい。
オーディションから生で会っちゃってお二方にも。やばいですね。言い方はちょっと日本語が下手な子って思ってください。カズおじさんキュンキュンありがとうございます。でもなこさんはなんていうの、この業界には残るから、今後もなんかいろいろ SNS だったりとか、なんだろう、いろいろ見れるのは嬉しいことだなって思いました。でもやっぱりね、なんかこうツイッター追ってくごとに、うわ行きたかったなって なるよ。それはなるんだけど。共演ってなんかどういうところでするんだろうね。共演するとしたら、なこさんは女優だから、だからそれこそ渚との共演の方、共演とかはあるかもしれないね。まあ、親戚みたいな気持ちでいます。女優だからね。ゆきはさん、くまままままま、ありがとう。くまちゃん、ささばんばさん、花束ありがとうございます。まあ確かに狼ちゃん、でも共演っていうのかな、それってスタジオゲストってことだよね。スタジオゲストはもともと前も出てたよね。でもなんか なんて言うんだろう、もに、え、何同じ番組に出る。難しいね、映像を見る感じだよね、多分ね。でも本当に私はもう今日の電車間違えたことなんてどうだっていいし、それでなんかスタートに間に合わなかったりしたら終わってたけど、なんか大丈夫だったし全然。私なんかまあいろいろあったけど、まあそれでチャラ以上になってるので、はい、スタート間に合わなかったら立ち直れん、それなんだよ。だからよかったと思って、何やったし早めに出ててよかったって思った。最高の一日でした。なんか人に迷惑をかけたり、自分がめちゃくちゃそれこそスタートに萎えるんだけど、まあ、うん、今日もちょっと萎えてたけど、すっごいもうってなるんだけど、もうなんかそれ以上のものだったので満足です。めたいこさんからありがとうございます。明日もう頑張ります。明日は間違えないように、なんかダメ人間にならないように頑張ります。本当にダメダメすぎて、最近みんな今日慰めてくれたお話し会で、カツオさんキュンキュン、くるくるさんキュンキュン、ありがとうございます。そう、本当にダメダメ人間すぎて、もうね、ダメなんだけど、ダメダメなんだけど、まあなんかそのちっちゃい積み重ねって感じ、その一気にこうやばいみたいな感じじゃなくて、ちっちゃい積み重ねで今こうなった。あ、卒コンからの帰りです。楽しかったでしょうか。もう私はさ、しょうがなかったから、もうしょうがないって感じなんだよね。どうしようもできないんだよ。だってあれの、なんだっけ、パシフィコからの方もいたね、の外とか、ハマスタの近くにいる方が何人かいて、出会ってるんじゃないか説あるよね、その二方三方が。
日向さん。でも確かに横浜水色多かった 水色多いなーって思ってた。そう、今日は横浜デーです いろいろ48さん、坂道さん いろいろありました いろいろでしたね。そんな感じですね。そうで、まず今日はお楽しみでの日だったんですけど、開幕、野球開幕ということで、ベスターズのベスターズデーにしました。いろいろ詰め合わせでベイスターズデーにしたので、インスタにちょっとだけ一部だけ載せてるのでよかったら見てください 青でした。フル装備、まだね身につけてなかったものとかたちを身につけてみたり、まあ身につけたことあるやつも身につけてたけど、やってました。ピンとかつけて、ピンとかシュシュとか、ピンです。こちらがピンでございます。シュシュもね可愛いの。ハータン初見、ありがとうございます。こういうのがついてる、可愛くない？これがついてました。いろいろ、いろいろありました。帽子をかぶってみたり、明日はベレー帽ですね。明日の午前中に荷物が届くので、ちゃんと届きますようにって感じです。本当に本当に、じゃないと明日着る服なくなっちゃう 明日はお昼にできるかな配信。ちょっとお話し会の前にちょっとだけお仕事があるので、はい、ちょっとできるか分かりませんが、やります。できたらやります。だから早く荷物が届けばいいんだけど、多分12時台だからあ、12時台じゃない、11時ギリギリ、12時ギリギリだから多分、分かんないけど、そうだからまあまあ準備します。明日はベレーボーデーです。早いですね。ベレーボーデーです。ベレーボーはあります。ベレーボーはあるんですけど、それに合わせたお洋服を頼んだんだけど、だいぶかかった。
届かなかったら怒るどこにありますかって取りに行くダメ、取りに行く時間はないかもしれん営業所止め、営業所に置いといて取りに行くんですか、自分が。そんなのがあるんだね。そんなのがあるんだ。今どこにあるのかわかんないんだけど。まあ最悪ね、別に別の服でいいんだけど、それこそその普段着ない感じの色みだったから、そうちょっと普段着るかわかんないから、あの絶対に明日着たいただ買っただけになっちゃう。ミリさんのブランドの着ましたよ、この前。この前着たんだよ。でもなんか欲しいやつほど、なんかやっぱみんなも欲しいんだろうね、売り切れちゃってそうちょっとね難しかったね。だからまたなんか再発売したら買いたいと思います。地方では決まってるんだよいしょ。それの用意もしてやることがいっぱいだ。ちょっと待って、メモっとこう、忘れちゃうから。オッケーかな。まあ四つ。やらなきゃいけないこと。マートさん、キュンキュン、ありがとうございます。え、合ってるかなベレー帽2種類です。午前中に、午前中っていうかあとでショールーム終わったら、やりたいと思います。うん、4部と5部で違うベレー帽の予定です。ヘイブンさんとありがとうございます。基本的に私は4部と5部違う服装でやってますまでは同じのは今んとこないですね、うん、うん。海さんキュンキュンキュン、ありがとうございます。
変えてくれてありがたい。だからみんな4部も5部も来てね。私がなこさんの卒コンが追跡できないぐらい、追跡追えないくらいみんな来てね。今後も今後は今後は今後も しぽしぽやってたよ。ベレー帽で。はい、50枚がおすすめです。何人来れるんだろう、1人50枚だったら。ああそうだよ、しょこちゃんがお話し会中に野球の何リアルタイムのやなんていうの、中継は見てないんだけど、アプリで追ってんだけど、それが見れないぐらいにしてください。めっちゃアプリ見てた、ギリ負けちゃったね。だからなんか今なんとかだったねみたいな。今なんとかだったね、今速報速報、やばいよ今みたいな会話してた。野球だったしちょうど。野球の中継見れてないんだけど今どんなとか。だからそれがないくらい。みんなとお話できたら嬉しいです。はい、私からは以上です。でさっきからパキパキなるんだけど、どうしよう、明日はどうかな。やっぱ2日連続だとさ、どっちかでいいやってなるよね。1枚数秒ですね、体感5秒みたいな方が多いですかね。話し会は並ん自分が次の方って押してます。私は自動にしてるメンバーもいると思います。昔は自動にしてたんだけど、最近は次の方ってやってます。私は。なんか変なところからさ生えてる。そうだから自動的に別にみんながもうみんなが入ったら流れてく、あの私とすぐ会話みたいなのはではないけど、あのいみちゃんのコンサートも見たい。配信送られてきてたけど見れなかった。待たされてる時は野球チェック中。いや、みんなを待たしてまで野球は見てないです。これはちゃんと言っとく。もし待たされてたら、前の人が喋ってると思ってください。さすがにそれはしない。さすがにね、お花摘みにも行かないです。
はい、ちゃんと、はい、さすがにそれはしないですよ。そんな、態度悪くない。はい。今どうだった？って聞く。見てれば。とか、なんか、写真、撮った写真を、どれを SNS に載せるかとか、いいねしてたりとかする。お気に入りハートをしてってたりするときもある。安明はやばい。今日出てたね、でもなんかこう野球は中継じゃなくて速報だから、なんかアプリで勝手に今のはストライクです、今のはボールですってやってるのをこうずっと眺めてる眺めてるだけなんで、そんなさすがにそれに張り付いてみんなのことを後回しにはさすがにしない。さすがにね。だからその眺めてる時間すらないぐらいみんなとお話できたら嬉しいです。アプリのやつです、そうです、野球のなんか。繋がった瞬間ジャンプしてた、やばい。それはやばいね、さすがに。万が一人が来てるの気づかなかったスタッフさんに言われる。なんか前に会ってというか、私の画面には誰も来てないの、0人になってるのに、スタッフさんの画面には5人とか並んでる状況があって、あ、すいません、始めてもらってもいいですかって言われて、0人ですって言った時はある。とか、大体スタートは、まあ、0人、スタート0人はあんまりないんだけど、スタート、あんまり、なんか1人はいてくれるんですよ、大体。スタートして。だけどスタートが0人の時があって1回で、あ、今日誰もいないわと思ってたら、あ、5部の画面じゃんってなってた。まだ4部なのに。そう。とかはある。すいません、あの画面が5分になってて。だからさすがにちゃんとしてるよ、そこは。そこはね、全部で何人来るかは把握してないです。だってね、来れない人もいると思うし、スタッフに 見られながらお話し会緊張しない。いや、最初はそう思ったんだけど、よく考えたら握手会も剥がしの人がいたりストップウォッチの人がいたりするなって思った。今日本人確認後すぐ始まったからドキドキした。すぐ始めてます。人が来たらすぐ始めてます、ちゃんと。さすがにちょっと待っててねみたいなことはしないですよ。ヘブンさん、キュー。
キュンキュン、ありがとうございます。さすがにね、本人確認中は見えてないと思ってるんだけど、本人確認中、本人確認ってどんなことしてるのかわかんないんだけど、見えてないと思います。本人確認多分見えてないと思う。どうやってやるんだ、カメラが見してんの、こうやって。はい、すいません。今日もの顔。本人確認が一番ドキドキしてる。でもさ、それでさ繋がんなかったらさ、繋がんないからさね。ひでちゃんキュンキュン、ありがとうございます。うん、なこちゃん、サツコンから今帰りました。お帰りなさい。楽しかったでしょうか。絶対楽しかったよね。楽しかったし、すごい公演、ライブを見たと、見たことでしょう。ひでちゃんかわいい、キュンキュン、ありがとうございます。スシャーさんからいいねもらいました。かわいかったってことですね。ピンさん、流れ星ありがとうございます。え、もう45分なんだ。携帯見て気づいた。シェラさんがツイートされてたよね。ちょうちさん、早いですね。お母さんがショコちゃんを推してて、気づいたら自分もショコちゃん好きになって、え、嬉しい。嬉しいですね。中さんの卒コン見に行った方いっぱいいらっしゃいますね。意地悪ちゃんね、見たい、早く意地悪ちゃん、なんかトロッコ事件。ね、面白そう。まあいろいろね、情報を知っちゃってるよね。ヘイブンさん、あなたもありがとうございます。
さんの、なこさんのルームにめっちゃいた、このたしみさんのアバター面白いよね、面白かった、懐かしい、うん、本当に本当にそれ、本当に富士山キュンキュン、ありがとうございます面白そう、見たい、早く早く見せて、お願い、お願い、懐かしかったですもう瀬戸りは知っちゃってる。 HKT らしいライブでした、いいね、いいですね、期待です、お願いします、見せてください、いいねの、コンサートのレポはハッシュタグでずっと見てましたずっと見てました、本当に見たいよ、早く全部湧いてたから、お話し会中、お話し会中に泣きそうになっちゃって雪菜子ちゃんって最高だよ、 I wanna do、I want peace、 で君って最高かよ、恋って恋ってさ、こんなに預けりゃ青春半分一人じゃないんだ、応援サンキュー、いいな最高かよ中目くちゃんずっと同じ背の高さなの、かわいい、確かに確かに確かにずっと一緒だよね、ほぼ、まあ、ちょっとこういうのはあったかもしれないけど、ずっと同じぐらい、こういうね、いや本当に良かった、本当に良かった、見れて、あけみさんタコありがとうございます、みんながさもう絶対に行きなみたいな感じだったけどさ本当に横浜の人口えぐいと思う、岡田奈々さんもだし、日向さんもだし、横浜の人口エグかったと思います、はい、こちらからは以上です、さっき終わったの？さっきっていつ？もう11時になりますけど、
時、あ、9時ね、9時ぐらいまでだよね。まこさんも9時ぐらいまででしたよね、確か。どこも9時ぐらいまでですよね、割と。帰る途中で見てます。帰りなさい。日本ちょっと傾いて、ちょっと東京にこう傾いてるかも。みんな東京向かってるからちょっと川崎方面がこうちょっと沈んでてるかもしれない57分になったらランキングを読みます。間違えた、58分になったらランキングを読みます。面白いね、みんなって。プデューの時に好きになりました。おお。でもそっから髪を染めてるから可愛いよね。トドロキファンタジーさん、私にもやらなきゃいけないことがいっぱいあるので絶対に11時に終わる絶対に終わる。たくさん写真あげたので配信終わったら見てください。見ます。確かにケンオタ多いと、多いよね、多いと思う。私とか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 皆さんはイコラブなんですよ。いや、メンバーが一番のオタクって知ってますか？知ってますか？聞いたことありますか？バナナさん、ペンライトありがとうございます無理にでも。本当に私髪の毛明るくなりましたよねいや今日の写真見て本当に思ったんですけど、めっちゃ茶色くなったと思いません？あー、今日の写真はそう、なんかあのね、下ろしてる時の写真がね、やばい、やばくない？あ、茶色くないですか？ちょっとどうしたら見えるのか、明るすぎ？めっちゃ茶色くないですか？このルームでも茶色く見えてるけど日に当たるとそうかも、めっちゃ茶色い。染めに行かなきゃ。プリンになってきてるってことだよね。ってことは、とどろきファンタジーさん、ありがとう、ありがとうございます。みんなに会うからリタッチしたい。この色は好きなんだけど、この色は好きだけど、ちょっとここがね。トシーさん、かわいい、ありがとうございます。サラサラやねー、サラサラ。ここはね、こっち側の髪の毛は朝ストレートかけてからずっとこのままです。一回ポニーにしたけど全然まっすぐ。
57分ありがとうございます。もうそろそろ終わります。黒に戻したら、いや私黒にして黒っぽくして抜けたらこの色っていう色なんですよ。そうだからちょっと長く保てますね。日中暑かったですよね。半袖半袖でした。あ、お時間ありがとうございます。ではランキングを読みたいと思います。ランキングタイム。13位タカヒロンリーさん、12位キャンさん、11位ヒロシさん、10位ヒッキーさん、9位アオちゃん、8位アンドロメダヤキさん、7位セータさん、6位サルダンゴさん、5位ユキハさん、4位ヘイブンさん、3位オーチさん、2位ユウちゃん、1位アキララさんです。ありがとうございます。2列目ターくん、海さん、大陸さん、カイトさん、タシミさん、ユーシバさん、七色さん、メリダさん、ナミさん、ハイジンさん、ルルルタンナさん、チビタンクさん、スエゾウさん、コロジーさん、ニッシーさん、うどん屋さん、サイさん、人生じいちゃん、シンヤさん、伊手前さん、タケルチューさん、ボンさんです。ありがとうございます。たくさんのお仕上げ、たくさんのギフト、たくさんのコメントありがとうございました。今日はお話し会、ベイスターズデーでしたが、明日はベレーボーデーなので、よかったら剣を持ってる方は遊びに来てもらえると嬉しいです。皆さんと会えるの楽しみにしております。ありがとうございました。感謝。バイバイ、おやすみなさい。みんなゆっくり休んでください。また明日会いましょう。バイバイ。